稚内の釣り人のコウスケです。今回は格安で知り合いからフライのマテリアルをゲットできたので、今回はそれを紹介したいと思います。結構大量に買ってきました。ちょっと何に使うか分かんないようなものもあるんですけど、まあ持ってないものは優先的に買ってきました。一つずつ紹介していきます。まずこれ、これとこれかな、チューブみたいなやつで、こっち100円、これ100円で買ってきました。多分これワカサギのドライとか作るのに使うチューブだと思うんですけど、今年は多分行けないかもなんですけど、来年あたりに阿寒湖に釣りに行こうと思ってて、秋にそれでドラワカ作るのにちょっといるかなと思って買ってきました。まずこれが1個目100円で、あとはこれもなんかのボディ材っていうのかな、ちょっと使ってあるやつだけど、これも200円で買ってきました。あとこれもダビング剤、これは結構使うんで100円です。あとこれが針、ちょっと大きめになるのかな、針3個セットでこれも200円。あとはこれなんか見たことのないシェニール、これいくらなんだ、これわかんないですけど、ただかもしれないです、はい、あとピンクの多分これはマラブーかな、100円。これもちょっとよくわかんないけど、羽変わった緑っぽい羽、これも100円。これもなんかボディに巻くやつだと思うんだけど、これも100円、はい、サボテンシェニール200円。これもちょっとこれで最近ウェット作ってるので、はい、これも100円、同じ100円。これがちょっと使いどころわかんないけど、はい、100円。これも多分シェニール系のやつで、緑でこれも100円。羽、とこれがオリーブの多分マラブーかと、これもこれ200円か。黒マラブー200円、はい、シェニール100円、はい、これもマラブ100円、はい、これもボディのボディ材ですね、黒。これもシェニール、この色持ってなかったんで一応買ってみました、これはタダだと思います。これもなんかクジャクの羽、ちょっとどこで使うか分かんないけど、これも100円。あとはこの羽がどう使うか分かんないけど、これいくらだっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、これも、はい、持ってないんで買ってみました。これも巻くやつ100円。あと羽系が結構おまけしてくれて、はい、こういう余った羽とかは全部タダでもらえました、はい、あとは昔のなんだこれ、ラインハリスかな、はい、ちっちゃくてコンパクト、
あとはこれが高かったのが、まあこれが、はい、2000円、これ高いやつですよね。これ巻くやつで、多分定価で買ったらもっと2000円とかで買えないんで買ってみました。こっち2000円、こっち2000円。ちょっと後ろに落ちてたんですけど、これも同じで2000円、メッツのやつです。今買ったら高いって言ってました。これも安く譲ってもらいました。はい、これが、フライを引退する人から格安で譲ってもらったマテリアルです。多分お買い得だったと思います。今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。